在東西皆の衆、月に村雲花に風、花に嵐のたとえあり、ままにならない浮世でもどんと行きましょう恐れずに、じっとこらえてひたむきに、きっと花咲く実をつける。歌は世につれ、世は歌につれ、歌う角には福来たる。さあさあ陽気ににぎやかに、演歌ジャックス始まり始まり。こんにちは。さあ今週も演歌ジャックスのお時間やってまいりました。はい、3月になりましたよ。ね、今日はどんな人が来るんやら。どうしたんですか、こう横揺れで。そうそう、なんかこう、なんか別に何もアクションないな。なんか入れましょうか一緒に。ねえ、暗いな思って俺だけ。なるほど。でもまあコバさんは真ん中でこのなんて言うんでしょう、こうしがらきたにさんのような安心感みたいな。そうなんや。そうでいいねな。変わり映えしないようですが。メガネ変えてみたりね。はいはいはい、いろいろ変わってるんですよ、はい、そんなとこも発見していただきながら、はい、今週も内容盛りだくさんでお届けします。ゲストは小野寺陽介さんです。お楽しみに。この番組はご覧の各社の提供でお送りします。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。K.I. キッズクラブはインターナショナル保育と食育に力を入れ、一人一人の個性を大切に褒めて育て、お子様の元気な笑顔があふれる保育園です。土地、建物、マンション、お電話ください。覚めて覚めて忘れないで、右手の指の中に今回のジャックス娘は花、聞いてください。演歌ジャックスをご覧の皆様こんにちは、林田夏実です。今回は単語ハントの中なんですけれども、咲くに咲けない春の花のイメージですごく歌い込んでいます。単語ハント聞いてください。風が冷たい奥海
回す。いくら好きでも添えないと春はそこまで来ていても咲くに咲けない、ああ女一人の単語半島。演歌ジャックスをご覧の皆さん、こんにちは、大輝です。私大輝のオリジナル曲は iTunes や LINE ミュージック、レコチョクなどでも購入していただけますので、ぜひご自身の携帯でお楽しみいただけたら嬉しいです。それでは大輝でバラの微笑み。バラを一輪捧げたら謎の微笑み浮かべる女、どこから来たのか帰るのか、知ってる人などいやしない、レトロなネオンジャズカフェ、しがない俺はギター弾き、 Oh my rose 寂しいバラよ、 Only you 愛しくて、そうさ二人ハーフムーンカフェ、指も触れずに見つめ合う。演歌ジャックスをご覧の皆様、徳間ジャパン岡田由美でございます。今年もご夫婦仲良くお過ごししていただきたいと思いまして、この歌を聴いてください。夫婦椿、どうぞよろしくお願い申し上げます。あなたと出会えたこの幸せを、手放せましょうか。目をとつばきが寄り添うように深い絆で支えたがい、心つないで心つないで生きてゆきましょう。これからトミコの恋愛キッズクラブ、トミちゃん
コバちゃんじゃないけど揺れました。はい、ブルーが素敵ですね。ですね、ありがとうございます。やっぱりこのような衣装もね、はい、あのコマーシャル出していただいてるくっちゃさんが、くっちゃさん、はい、90% くっちゃさんが、うん、トミちゃんこれ着てあのアシストしなさいよって言っていろんなのくださって 90%、 90%、 おー、はい、で残りの 10% が青ちゃんからいただきます、はい、黒いドレスを着て、はい、今回歌わせていただくのは天童よしみさんの大阪恋しぐれを聴いてください。忘れられへんのならもう会わん方がええよね。どうせうちら流されただけやもんね。決まりきった言葉は聞き飽きてしもたわ。なんやかんや言っても出口のない二人やから、あんたがそばにおるだけでなんで泣けるんやろう。嬉しくも悲しくもないんやけど、あんたのおらん毎日が日常やった頃に戻れ、虚しさく涙が出るやろうか。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。くっちゃで楽しいひとときを過ごしてます。阪急池田駅徒歩2分、今日も行かなくっちゃ。初めですからね、はい、自己 PR 行きましょうかね。いや、僕ねちょっと先月ぐらいかな、はい、ちょっとフィリピンのセブンの方にお仕事兼ねて行ってきたんですけど、うん、そこで、まあ、小学校のとこで一曲歌わせてもらったんですけど、はい、なんかえらい盛り上がってしもて、あら、はい、フィリピンで大爆発で、いや、それはないけどでもまあ楽しかったですよ。でも、はい、気を吸収してきて、そうそう、さらにサイン上手になります、はい、ありがとうございます、はい、この3月が終わりましたら、うん、24年が終わりまして、K.I. キッズが、うん、はい、4月から25年目に入りますのでね、はい、もう本当にあの毎月毎月気を引き締めながら、うん、はい、事故やいろんなことがないように保育園の方運営しております、うん、節目の年に入るわけですね、はい、パーティーやったりするケースあるよ。しません。それがええと思うわ。毎日がパーティーですから、ね、毎日やお祭り女です、はい、今日もパーティーですよ、はいはい、引き続きお楽しみください。演歌ジャックスご覧の皆様こんにちは、コロンビアレコード青見郎です。今頑張っております、よろしくお願いします。それでは、今日はオリジナル曲歌います。
夢恋町。夢恋町、明日になればきっといいことあるよと、うつむきながら夢がなぜか悲しい。この都会の片隅で愛を重ねてきたけれど、あなたの心遠くへ離れてゆくの、夢虚しい恋の街、夢恋街、黄昏染まるこの街、明かりが灯る、見上げる夜空、星さえ涙でにじむ。この都会の片隅で愛を信じてきたけれど、あなたの心遠くへ離れてゆくの、愛泣いてる夢恋演歌歌仲間、はい、そうです。テーマは自己 PR。 自己 PR から自己ピーというか、先日あのクレオ大阪西で、はい、あの弁天中にあるホットスレバーというママさん、山田理恵さんっていうんですけど、はい、のあの新曲っていうか、まあ、デビューされたんですけど、はい、その発表会とあのモノマネのりょうさんという方の、うんうん、ジョイントのコンサートありまして、うん、マリさんと一緒に出かけてまいりました、はい、またぜひ、ね、山田さんに来、はい、ていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、若松ちゃん、はい、おはようございます。若松秀子です。もう間近になりました、自分のリナーショーですね。4月14日日曜日、あと1ヶ月ほどでね、開催となります。今はね、あの生バンドでちょっとね自分歌わせてもらうということで、はい、今猛練習してます。頑張って。はい、はい、セイコちゃん。はい、セイコです。こんにちは。ね、もう最近のこの間ね、今日のゲストの小野寺さん、小野寺洋介さん、ライブハウスのね、うん、一緒に歌わせてもらって、主催はあの三山健二さん、あれの新春のバンドメンバーですけど、ね、ホテルなんかで立ってる感じじゃなくて、また違う風味で、陽気で楽しかったです。よかったね。はい、よかったです。いいですね。はい、マリさんは。はい、マリです。あの先ほど島先生がおっしゃいましたように、ご一緒させていただきまして、あのお客様からね、お写真一緒によろしい、お写真いいですかって言ってくださって、たくさんの方がやっぱり演歌ジャックスをご覧いただいて、本当によく分かりまして、テレビってやっぱりすごいんだなと思いました。テレビもですよ。ありがたいね。はい、これから今いろんなところでたくさんの方とお会いしたいですね。そうなんです。はい、もう本当に嬉しかったです。はい、ありがとうございます。それでは、今週はそんなマリさんの男と女の第2章です。ならば
されて気づく優しさ、きっとそれだけで。あなたは弱くて愛が多いから、一人の人だけを守ることできない。Yesterday 過去のことよ Yesterday 追いかけはしない、私はあなたの人形だったけど、せめて忘れないで、右手の指の中に。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。 K.I. キッズクラブはインターナショナル保育と食育に力を入れ、一人一人の個性を大切に褒めて育て、お子様の元気な笑顔があふれる保育園です。られない石の巻。イベントでの歌手、司会、企画構成、演出のことならお任せください。メディアジャックスイベント事業部まで。ゲストコーナーです。今週のお客様は小野寺陽介さんです。イエーイ、こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、こんにちは、お願いします。小野寺陽介さん初登場です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。小野寺さんはご出身は山形県でございます。山形県のさくらんぼの、はい、知ってます、山形県、はい、はい、山形県お高いやつなんとか、ね、お高いやつ、ね、で、カタカナのお仕事を、はい、なんか二刀流でいらっしゃる、はい、歌手とデザイナー、はい、こういうチラシも作ってるんです僕。あ、でこの字も自分で書いたんですよ。道の恋しずくっていう文字も自分で書いたんです。筆文字を、筆で実際に書きました。あら、素晴らしい、多彩ですね。多彩なんです。聞いたところによりますと、そのグラフィックっていうんですか、このチラシ、はい、その学校に行ってらっしゃった時代は仙台に、仙台に映ってます。皆さん、仙台の皆さん、小野寺さんですよ。出てますよ。はい、そんな小野寺さんが、25周年記念曲、はい、発売しました。道のく恋しずく、歌ですね。いい歌ですね、うん、ちょっとしっとりした感じの歌でございます。癒しの歌声で、お、ありがとうございます。顔も癒しですけどね。いや、私思ったんですよ。なんかあのちびちゃんをそのまま大きくしたいとかこのほら、あのほら、なんていうんですか、このお写真もそうなんですけども、可愛いらしい。可愛い、可愛いって言ったらね、年的にね、可愛い年じゃないかもしれないですけどね。いや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 、ね、この道のく恋しずくも本当癒したっぷりで、何回も聴きたくなるなと思ったんですけど。ありがとうございます、うん、頑張っていきます。はい、シンプルです。本当僕あんま喋んないんですよね。あ、そうなんですか。山形生まれなので、ちょっとね、あのもごもごしちゃうので、あんまり
トークとかは僕ねしないでもう歌頑張っていこうと思って、うん、もうこれですよ。だからはい、本当にね、はい、あの皆様方にもぜひじっくり聴いていただいて癒されていただきたい曲でございますので、はい、す小野寺陽介さんよろしくお願いいたします。お願いします。はい、また来週もお世話になります。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは今週のエンディングは小野寺陽介さん道のく恋しずくをじっくりお聴きいただきながらお別れしたいと思います。グラフィックデザイナーと歌手二足のわらじの小野寺陽介さん、誠実そうな横顔と心に優しく響く艶のある声、なくした恋の思い出を哀愁を込めて歌います。道のく恋しずく。二人で登った山寺に小雪まとった冬景色、長い石段場所の石碑、あなたの笑顔に会えなくて、なぜか心が寂しがる。遠い思い出、道のく恋しずく。雪解け春松山寺に納めてきます恋懺悔。二人眺めた里山めぐり、あなたの笑顔に会えそうで、風に吹かれて振り返りゃ、遠い思い出、道のく恋しずく。この番組はご覧の各社の提供でお送りしました。